解説だ。動画だ。いや、ガンプラの大魔だ。ご覧の動画は解説動画です。皆さんこんにちは。ゆっくり解説のレイムです。解説のマリサだぜ。今回はEXAMシステムを搭載した連邦軍モビルスーツ3機について、解説を行っていきたいと思います。前回のイフリート回にもEXAMシステムが搭載されていたので、システムと機体説明を合わせて解説していくぜ。なんというかある意味、対ニュータイプ用モビルスーツの元祖になるのかな。そうだな。これ以降、対ニュータイプ用モビルスーツや兵器など生まれるからな。それだけニュータイプという存在がすごかったんだろうな。なるほどね。では、そろそろ解説を始めたいと思います。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、RX-79BD、ブルーディスティニーシリーズになります。ブルーディスティニーは地球連邦軍へ亡命した元フラナガン機関所属の研究者、クルスト・モーゼス博士が開発した、EXAMシステムを搭載した試作実験機になるぜ。そういえばEXAMシステム自体全然解説していないわよね。そうだな。では、EXAMシステムに関して解説していくぜ。EXAMシステムとは戦闘用オペレーティングシステムと、それを実行するためのハードウェアのことだぜ。どういったシステムなのかな？すごくわかりやすく言えばニュータイプ殲滅システムだな。なんですと？クルスト博士はフラナガン機関でニュータイプの研究をしていたが、ニュータイプを知れば知るほど恐怖を感じたんだぜ。まあ、実際ガンダムサーガの劇中ではニュータイプは脅威よね。普通1機で100機以上のモビルスーツを破壊するとかありえないからな。そして博士は思ったぜ。いつかオールドタイプがニュータイプに駆逐されてしまうのではないかと。そして博士は研究内容を変更して行ったのが、オールドタイプでもニュータイプを倒せるシステムの開発だぜ。無理じゃない？それこそロマンというか机上の空論よ。普通だったらそうだが博士はシステムの実験中に偶発的な事故で、システムを完成させてしまうんだぜ。一体どうやって？被験体の少女の精神波をコピーすることによりシステムは完成したんだぜ。うわ、この時点で悲劇しか感じない。この事故により少女は意識不明になったが博士は研究を続けた結果、ニュータイプを裁くためのシステム、つまり、EXAMシステムを完成させたんだぜ。なるほど。それをイフリート回に搭載したのね。そうだぜ。ただ博士はこの結果に満足していなかったため、システムのデータを手土産にして連邦へ亡命してしまうんだぜ。あや。なんでかな。理由としてはまず博士にとって敵はニュータイプであり、ジオンも連邦も関係がないんだぜ。ただ自分のデータを活かしきるには、超高性能モビルスーツが必要だったために連邦軍へ亡命したんじゃないかな。ああ、そっか。連邦軍にはガンダムがあるしね。そして博士は連邦軍で3機のEXAM搭載モビルスーツを完成させたんだぜ。では、1号機から3号機までの個別の解説を始めたいと思うぜ。まず1号機に関して解説するがその前に、0号機というものもあったんだぜ。0号機？最初は陸戦型ジムをベースに開発したがシステムの要求する動きに耐えられなかったんだぜ。そのためシステムを搭載した頭部を陸戦型ガンダムへ移植して完成したのが、このブルーディスティニー1号機になるぜ。だから頭部がジムヘッドなのね。ただ頭部はジムであるが首から下はガンダムであるため、基本性能はかなり高いんだぜ。でも、パッと見陸戦型ガンダムと細部が違うわよね。そうだぜ。陸戦型ガンダムをベースとして大幅な強化改修がされているぜ。まずジェネレーターは一般的なジムと比べて、17% 増しの出力になっており、さらに、各関節部には試験的にマグネットコーティングを施しているぜ。マグネットコーティングまで施しているの？それによりベース機よりも運動性能を 20% 向上させているぜ。なんというかこれ RX-78 よりも性能高いんじゃ。そうだな。さらにホバー走行も可能だしな。要は機動性が1年戦争でもトップクラスの性能を持っているということだぜ。すごいわね。あと見た目ですぐわかるけどこれ武装も陸戦型ガンダムより多く搭載しているわよね。そうだぜ。胸部機関砲は1門から2門へ変更。腹部両脇には有線式ミサイルを追加。あと頭部バルカン砲も装備しているぜ。なんというか重装備プラス高機動ってまさにロマン兵器よね。さらに対入タイプ用システムまで搭載しているんだからね。そうだぜ。さらに陸戦用ガンダムがベースではあるが、バックパックと脚部バーニアを換装することにより、宇宙空間での戦闘も可能だぜ。なんで、陸戦兵器が宇宙で使えるのよ。機密性とか色々絶対に問題あると思うんだけど。まあ、その辺はほら元々のベース機は一応 RX-78 シリーズだし。じゃ、大活躍というか超無敵兵器が完成したのかな。高機動、高火力、そして対入タイプ用システムまで搭載したモビルスーツなんだから、一気当選も可能なんじゃないの？本来なら最強の機動兵器誕生、ってなるんだが、こんな超兵器じゃパイロットは耐えられないんだぜ。その結果暴走を繰り返し登場したパイロットは死亡しているぜ。うわ。これはひどい。そのため技術士官はEXAMシステムにリミッターをかけて、50% 程度しか機能しなくするんだぜ。なるほど。でもそれでも扱いきれるパイロットなんているのかしら。それがいたんだぜ。なんですと？モビルスーツ実験部隊通称モルモット隊の一人がシステムに耐えれたんだぜ。その結果短期で基地を破壊するほど大活躍をし、青い死神と呼ばれるようになったんだぜ。そりゃあ、短期で基地を破壊されたらそうなるわな。じゃ、地球にいるジオン公国軍は全滅したのかな。こんなモビルスーツを止められるわけがないわよ。いや、そこで立ち塞がったのが同じシステムを持つイフリート海なんだぜ。そして交戦した結果、イフリート海を撃墜したがその直前に、グレネードランチャーによってシステムが搭載されている。頭部を破壊されているぜ。あや。結果的にどちらも破壊されたってことかな。そうだな。ただ皮肉だよな。対入タイプ用に作ったEXAMシステムにもかかわらず、EXAMシステム同士が戦い相打ちになるなんてな。博士の野望ここに尽きるって感じかしらね。いや、レイム、1号機ということは、もちろん2号機があるんだぜ。知ってた。では2号機以降の解説をしたいと思うぜ。では、まず2号機に関して解説するぜ。2号機は最初から陸戦型ガンダムをベースとしているために、ガンダムヘッドになっているぜ。見た目が一応陸戦型ガンダムに近くなったわよね。基本的に武装などは1号機と同じだが、宇宙空間の戦闘を想定していたために、バックパック及び脚部バーニアの換装はすでに行われているぜ。さらにシールドはジムコマンドなどと同じものになっている感じだな。なんというか1号機は地上テスト用、2号機は宇宙空間テスト用ってことかしらね。そうだな。そして最大の特徴なのは、リミッターが設定されていないぜ。それじゃ扱いきれないわよ。普通ならそうなるんだが2号機のパイロットは、イフリート界のパイロットが登場しているんだぜ。連邦軍のモビルスーツよね、ブルーディスティニーは。2号機はジオン軍特殊部隊によって強奪されて、ジオン公国軍に運用されるんだぜ。うわ。これやばいわよね。連邦軍が大打撃受けてしまうわよ。そう、そこでモルモット隊に特務指令が下るんだぜ。強奪された2号機を追撃しろとな。いや無理だって。相手は強化された陸戦型ガンダムプラスエグザムシステムなのよ。ニュータイプでもないパイロットじゃガンダムに登場しても、勝てる見込みなんてないわよ。だからこそエグザムに対抗する機体を投入するんだぜ。まさか。それがこの、RX-79BD-3、ブルーディスティニー3号機だぜ。3号機だとでも色が陸戦型ガンダムと同じだし。本当にブルーディスティニーなの？これには理由があって、まず3号機は本来、1号機と2号機のパーツ取り用の予備機だったんだぜ。さらに常時稼働の前にクルスト博士が死亡したため、カラーリングも陸戦型ガンダムのままだったということだぜ。なるほど。この3号機で2号機を追撃するということなのね。ただ、3号機は1号機と同様にリミッターが設定されているため、エグザムシステムは通常の 50% しか機能しないぜ。それじゃ、2号機に勝てないわよ。この2機の基本性能は互角。だが3号機が2号機と並ぶためには一つ欠けているものがある。エグザムシステムを最大限に引き出すための操縦技術だ。勝てるかどうかは、ランナー次第だー。ブルーディスティニーシリーズ解説いかがでしたか？3号機パイロットの末路は、プレイヤー次第で結果が変わるんだぜ。一応公式的には相打ちなのよね。その後、行方不明ということだな。その結果エグザムシステムは前期失われ、クルスト博士の死亡によりシステムも再構築できないため、エグザムシステムは闇に葬られてしまったということだぜ。なんというかそれで良かったんじゃないかな。ニュータイプだけを駆逐するシステムなんて元からニュータイプとの共存を考えるのではなく、敵対行動をするってことだしね。一応唯一救われたことは前期エグザムが破壊されたことにより、被験体の少女が意識を取り戻したってことかな。なんというか結局少女の精神をコピーしていただけなのかしらね。その辺に関してはクルスト博士が死亡したため不明ということだな。ただ、この少女が登場するなどエグザム機のバリエーションは実は、漫画などに何体かあるんだけどな。でも後継機とかないんでしょ？少女も目覚めたしね。ガンダムでは珍しくハッピーエンドになったということよね。後継機。いや、このエグザムのデータをもとに、連邦軍はさらなる改良をするんだぜ。だと。その結果新たなるシステムと、悲劇的パイロットたちを生むことになるんだぜ。どうして、そんなシステムの開発を続けるのよ。それが人だからな。そして次回のスペシャルはこの特殊システムを搭載したモビルスーツを、解説するので楽しみに待っていてくれよな。これ以上、悲劇を繰り返さないでー。